わからないことってちょっと面白いから。2022年、ビューティフルからビューティフルへで川出書房新社が新人の登竜門として開催している文芸賞を当時18歳で受賞しデビューした作家、日比野コレコさん。最新作「桃 100%」で恋愛に生きる桃の学生時代を描いた日比野さんにお話を伺いました。作目は5、6ヶ月かかりました。でもその分いっぱい推敲を重ねたからあらがない文章になっているかなって思います。2作目は1作目で言葉が面白いとか文のグルーヴ感がいいとか言っていただいて、そういう面を、でもそういう面って自分にはその今昔書いた小説だったから1年前とかにすごく稚拙に思えて、そういうところをより良くしようと思って2作目を書きました。恋愛感とかも結構あるんですか？自分の感じで書いてるんですか？でもいや書いてないと言いたい。まあ、自分の体験を多分自分の小説に生かすかみたいな話だと思うんですけど、私小説を書くのをが好きなので、自分の考え方とか物事をどういう風に見るかっていうところは結構似てるというか、そのまま書くけど、その実際に体験した出来事とかは全然違う、なんか想像で書いたところです。 SNS では独特のワードセンスなどとその文体も注目されている日比野さん。例えば桃が自分と同じ恋愛観を持ったサンタという先輩との会話のシーンでは、同じ恋愛という手段を選び取ったという点で、桃はサンタに例えば RPG ゲームの初期装備が一緒だったものに感じる妙な親近感のようなものを覚えていた。日比野さんが大事にしていることとは、文章があるときにその文字面の表面だけの部分と意味の部分があるじゃないですか。その表面だけの部分をまずゴテゴテっていうか、すごい自分の納得がいくものにしたくて、でもそれだと意味が取れなかったりとか、そのよくわからん小説やとか言われてしまうことが多かったりして、だからその自分がしたい表面の側のところ、表面の言葉の側の 見え方のところと意味のところをできるだけ近づけようっていうふうに意識しています。親、家族とかなんかこうちょっと世代が違う人とかに聞いてこれ伝わるみたいな相談とかすることあるんですか？あ、ないですね。なんか桃江ちゃんとか多分知らない、多分わからない、だから若い子が読んだら確かにわからないこともあると思うけど、それはそれとして面白く、わからないことってちょっと面白いから、そう、常用外の漢字とか知らない二字熟語とか本読んだら面白いって思う人一定数いると思うんですけど、私もそのタイプで、だから知らない単語とか出てきても、まあ、おもろいやろうなと思って。現在19歳、作家の傍ら現役大学生でもある日比野さん、今の目標は？もっと売れたいです。もっとなんか、でもそれはでもただ売れたいじゃなくて、いい小説をもっといい小説を書いて、私がいいと思ってるのと同程度に評価されてほしいな。